チリのプロサッカーリーグで史上最長滞空時間のオウンゴール。このオウンゴールが発生したのはチリのプロリーグ、サンマルコスでありカタリウーレコンセ戦での出来事です。チリのベストチャンピオンシップ、映画。ゴールキーパーの責任。TNT スポーツは、ディフェンダーの不可解なオウンゴールに重点を置き、ゴールキーパーが下手なアウェナオであるという事実に焦点を当てていないため、疑問。それでも勝ってよかった。TNT スポーツは、ディフェンダーの不可解なオウンゴールに重点を置き、ゴールキーパーが下手なアウェナオであるという事実に焦点を当てていないため、疑問。幽霊ゴール。キーパーがしっかりしていれば何の問題もなかった。それにしても見事に入ったな。ナイスゴール。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。